Windows で HP Laserjet プリンターをワイヤレスネットワーク上にセットアップしましょう。Windows コンピュータをワイヤレスネットワークに接続し、コンピュータの近くに HP Laserjet プリンターを設置します。Windows コンピュータで Web ブラウザを開き、123.hp.com スラッ、er、シュレーザージェットに移動します。ダウンロードをクリックして、 インストールファイルを保存します。保存したファイルを開き、ソフトウェアを解凍して起動します。続行をクリックします。チェックボックスをクリックして、使用許諾契約の条件に同意し、続行をクリックします。 見つかったモデルがお使いのプリンタと一致することを確認してください。残りの画面の指示に沿って操作し、ソフトウェアのインストールを完了します。お使いのプリンタが見つからない場合は、プリンタが表示されていないをクリックします。続行をクリックします。ワイヤレスネットワークを選択し、続行をクリックします。 レーザージェットプリンターを選択し、続行をクリックします。タッチスクリーンコントロールパネルのないプリンターを選択し、続行をクリックします。お使いのプリンタにタッチスクリーンコントロールパネルがある場合は、タッチスクリーンオプションを選択し、残りの画面の指示に沿って操作し、ワイヤレスセットアップを完了します。 USB ケーブルの端の四角い方をプリンタに接続し、平らな方をコンピュータに接続します。続行をクリックすると、HP Easy Start が Wi-Fi 設定を保存します。コンピュータとプリンタの間に無線接続が確立されたら、コンピュータとプリンタをつなぐ USB ケーブルを外します。続行をクリックします。 続行をクリックして、プリンタソフトウェアをダウンロードしますソフトウェアは自動回答して起動します画面の指示に沿って操作し、ソフトウェアのインストールとプリンタのセットアップを完了します